ここ主刀が柔らかくパーッとこう密着してるんです相手にね。このことで相手は自分の上に乗ってきてくれてるというかな、これ離せないんですよ。離せるんちゃうかと思うかもしれませんが、自分で一回取りに来てるからこれは離れません。相手が掴んできます。この時に手でガッと押したらもう何のここでもパツッと切れるんですね。私の体からの入力はここで切れます。取られた時にふわっ、こうすると相手の肩につながります。で、まあ、ここまでも詰めてしまったらちょっと次の動きがねやりにくくなるんで、もう少し滑らかにふわっとこう入ってきます。ワンと、もうここつながってるんです。手のひらの棚心っていうかな、指の膨らみ、小子宮と母子宮の膨らみに両方とも手をふわっと当ててます。そのままスーッとこっち入ってくる、くぐるようにこう取られた時に、こっから手がこう離れていくと、取られた時に手がこう離れていくと相手はもう全然自分の力を受け入れてくれないんですよね。できるだけ相手とたくさん設置する、密着することでついてきてくれる。ここ柔らかく、もうこれほとんど力入ってない。これに力が入るともう落ちてしまう。この水の入ったビニール袋に水がどん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 充満していくような感覚、そのようにするとふわーっと相手は、自分の体にくっついてきてくれます。力を入れるんじゃなくて、そのままこの圧力を保ったままくぐってみてください。いいですか。このようにしてれば、まあ、多少ちょっと離れてきてますけども、ここ大事なところだけピタッと触ってればこれ離れないんです。いいですね。そうで、これが今手がこういうふうに押してるんやけど、これを伸ばしながらこう、そうやほら、上がった。ええやんか、ええやんか。そうで、そのまま右足を前へふわっと出してごらん。右足を前へ、でもここに戻る、これもずーっと戻る、同じような圧力をかけ続けることが大事。触ってるこのプレッシャーというかな、相手とのこう自分のこのここの手の甲のセンサーをこうちょっと感度を上げて、同じ圧力でかかってるかどうか、そのためには手の位置はどこがいいか。